ラーマーヌジャラーマーヌジャは、インドの哲学者、神学者、ヒンドゥー教哲学の革命的存在である。12世紀の南インドのマドゥライのティルチラパリの、シュリーランガム寺院の大司教をしていた。はじめ、シャンカラのアドバイタベーダーンタ哲学を学んでいたが、満足せず、ビシスタアドバイタベーダーンタ哲学を打ち立てた。その内容は、シャンカラのものとは大きく違い。 現象世界は実在であり神は人格神であり、下脱はバクティによって達成されるというものである。シャンカラがバラモンのための哲学を説いたのに対し、ラーマーヌジャは当時盛んであったバクティを取り入れて庶民のための哲学を説いた。ラーマーヌジャといえば熱狂的なバクティを思い浮かべるが、松本正慶の著書によれば、本来はかなり七主義的なものであったという。 彼の教えは後に、猫派と猿派に分裂した。猫派は、子猫が危険になったら、親猫が子猫の首をくわえて移動するのに対し、猿派は、子猿が危険になったら、子猿が親猿に飛びついて移動する。つまり神にすべてを任せるか、あるいは、個人の努力も必要かということである。彼にはいくつかの著作があるが、シュリーバー社が代表作である。 彼の後世への影響は大きく、ラーマーナンダ、カビール、グルナーナ国まで及んでいる。120歳まで生きたと書いてあるがインドによくある、話で疑わしい。ありがとうございます。